社は日本で一番素敵な笑顔の集まる工務店です。真心込めてナンバーワンを目指した家づくりをしています。イエスものづくり、今回は長野市の田尻木材株式会社を紹介します。長野市に本社を置く田尻木材は、今年で創業109年目を迎えた老舗の工務店。住宅の設計および施工までを一手に引き受けています。家というのは図面があって、その図面にどれだけの思いを込められるかというところからスタートしていきます。家を建てる職人さんはじめ、その人たちが住まいとのことをどれだけ思ってその家を作ってあげられるか、そういったところをやっぱり僕らは力を入れて家づくりの方をさせていただいております。顧客とのコミュニケーションを大切にし、要望に沿った家を作り上げる田尻木材。自社で新しく不動産の事業部を立ち上げるなど、多角的に業務の幅を広げています。普通物っていうと、こうできているものを買うみたいなケースの方が多いと思うんですけど、我々がやってるのは注文住宅なんで、買うっていう感じじゃなくて、お客様と我々とが一緒になって作っていく共同作業だって思ってますんで、本当に結局出来上がるものはものなんですけれども、なのでそのもの作りとしての満足度もすごく大事ですが、作っていく過程の満足度も私たちはものすごく大事だと思ってるんですね。田尻社長にとって家作りとは、個人のお客様が多分一生に一番思い入れを込めて手に入れるものにこう関わらせていただく仕事ですから、一緒に出来上がりを喜べるこの感動は、なかなか他のお仕事では得られないんじゃないかなと私は自負しています。イエス。